庭菜園ライフ。目黒区で菜園をやっている西川です。今日は5月中旬以降のいちごの苗の無限の増殖の方法についてご紹介したいと思います。皆さん5月の中旬を過ぎるといちごの収穫はもうほぼ終わっていると思います。このいちご畑も実がまだついていますけれども、徐々に実のつきが悪くなってきています。いちご栽培の楽しみの一つとして春以降の株分けの作業があります。この株分けは次の10月の植え付け用の苗を作るという作業です。家庭菜園をやっていられるようでしたら、ぜひやっていただきたい作業です。それではご紹介していきます。ではいちごの株分けのメリットからご紹介いたします。はい、いちごの場合こういう熟したいちご、これを植えておいても芽が出てきます。ただ、その芽から出てきた苗で育てますと、必ずや、親のいちごよりも良くない劣勢なものになると言われています。そのためにいちごを増殖させるのは株分けという方法を取ります。なぜそのような現象が起きるかということですが、一般的に言われているのは、いちごを、種から育てる場合、必ず交配させて作ります。このように家庭菜園で育てている場合は全て自家受粉です。そのために劣勢の遺伝子しか引き継げないということが、劣勢の苗ができてしまうという理由だと言われています。それではいちごというのはどうやって増やせばいいかについてご紹介したいと思います。いちごの苗を増やすという方法はやはり親と同じ遺伝子を持ったものをクローンして増やしていくというのが一番確実な方法です。いちごの場合、一つの株からほぼ無限と言っていいぐらいクローンを作ることができます。ではそのスケジュールについてご紹介していきたいと思います。5月中旬以降、実がつかなくなったら、この作業に入っていただきたいと思います。6月から9月ぐらいまではランナーと呼ばれている芽を育てて管理するだけの作業になります。どん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 伸びていってしまわないように、一応管理することと雑草が生い茂らないように、雑草を丁寧に取ってあげるとか、そういうような管理の作業になります。10月になりましたら鉢上げするか、そのまま畝に移植するという方法を取ってください。それではどのように、株をクローンしていくか、簡単な方法をご紹介していきたいと思います。それではこちらをご覧ください。これは株から伸びてきたランナーです。で、このようにランナーの一つ目の位置、ここで、葉が出てきています。ここからランナーはさらに伸びていきます。このポイントを土に軽く埋めてあげます。で、U ピンなどで固定をしておきます。このようにすることで、この位置から根が生えてきます。ランナーはさらに伸びていって、また次の芽を作ります。で、同じように固定をしていってください。これをどん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 伸ばすことで新しい株が、出来上がってきます。1番目の株、これは利用しないというのは、親から受け継いだウイルスがあるだろうということで、1番目は使わない、2番目の株から使っていくというのが一般的に言われています。ですからこのランナーが綺麗に伸ばせていけて根が確実に出てくるように管理をしてください。このように畝管にもランナーを伸ばして管理していってください。でポイントとしては、畝管の土を柔らかくして根張りを良くしてあげることに尽きると思います。また、しっかり管理できるように広めの場所を確保しておくようにしてください。管理する場所が狭い場合、このようにポットを利用するのも一つの方法です。ただしポットの場合、水やりの頻度は多くなります。その後の管理の方法ですが、まず周りの雑草を徹底的に除去してください。雑草が生い茂る前に定期的に、除去することが必要です。2つ目のポイントとしては、水やりはあまり必要ないですが、ポットでやる場合は頻繁に水やりが必要になります。表面の土が乾いたら水やりのサインです。最後に、実を育てている間、
十分に追肥を皆さんされていると思いますので、このランナーを育てている間にさらに追肥が必要ということは、特にないと思います。はい、そのまま伸ばして、株分けをしてください。今日はいちごのクローン栽培についてご紹介しました。この動画が、面白かった方はチャンネル登録と高評価をお願いいたします。それではまた。